皆さんこんにちは、ナナマグマナナです。こんにちは。今回はですね、ちょっと、まあ、本題入る前にちょっと話があります。はじめ社長の質問コーナーで私が使いました。はじめ社長くんのね、その関わりは多分、ね、結構いっぱいあると思う。ツイッターでも返してもらったし、 YouTube でも使ってくれたから、もうね、いいですね。その動画は明日の概要欄に貼っておきます。私がどうせ答えてくれないしって言ったら使ってくれました。はい、本題に入ります。今回はですね、魚のね、カゴっていうところがあるんですよ。ここが魚のカゴになります。で、魚のカゴに入ってるものを今日は紹介します。まずはこの桶があって、これはメジャーとかの水がなくなった時にシャーって入れるやつです。多分クを何本か買ったらもらえたやつです。はい、で、この中にはまず石ですね。 UFO キャッチャー取りがちなやつですね。結構これが入ってるわけですよ。これは一番初めに買ったヒレちゃんの時に入れといたやつなんですけど、もうヒレちゃんなくなってしまったので。あとちょっと細々した部品ですね。とこちら、これはあれですね、川の魚をね、取って入れたやつを、やつですね。このようにね、形も変えられてすごくいいっていう話もしましたね。私はこのようにして、こういう風にして使ってますけど、はい、これもこのカゴの。で、クラゲですね。クラゲも完全に動かなくなってしまったんで、多分これ水、お風呂の時くらいしかやっちゃいけないんだよね。ずっと水入れたからダメだったと思います。普通にね、本物のクラゲが売ってるんですけど、それ買いたいんですよね。で、これバケツセットです。次、餌です。この箱の中にはメザーの餌があってます。メザーの餌もうこんなんしかないの？嘘。これ匂いがきついんで、この中にこう入れてます。まあ、でもこれを直接あげてるわけじゃないです。餌はこのメロンの中に、あれ今なんか白いのなかった？白いのあるわ。ちょっとゴミ入ってます。ゴミ入ってました。異物混入。この中に結構までも入ってるんで、多分影でわかると思うんですけど、この中にいっぱい入ってます。あともう一つはミニの中にちっちゃい餌が入ってるんですよ。アデューとサッカーが食べるやつです。このちっちゃい粒です。はい、あとはヤドカリの餌です。はい、ではね、しまっていきます。ヤドカリの餌は中に入れてる方がいいです。それで中に入れて、はい、完成です。明日はヤドカリちゃんが増えたことも言います。ぜひ楽しみにしてください。 See you next time.